レキッド・ベン・キーザーは、イギリス・ロンドン郊外のバークシャー州、スラウに本社を置く、トイレタリー分野を中心とした、日用品、医薬品、食品メーカー。レキット・ベン・キーザーグループとして、ロンドン証券取引所に上場している。1999年12月に、イギリスを拠点とするレキッドコールマン社と、オランダを拠点とするベン・キーザー社が合併して発足した。 世界約60カ国に事業所を置き200カ国以上で製品を販売している。レキットコールマン社は1840年にアイザック・レキットがキングストン・アポンハルで創業した。1886年に最初の海外事業所をオーストラリアで開業し、1888年にロンドン証券取引所に株式上場した。1938年に マスタードの製造で知られたのリッチの J&J コールマン社と合併して、社名をレキットコールマンリミテッドに変更し、1994年にヘルスケア企業のスターリングドラッグを買収するなど、事業拡大を続けたが、コールマンの食料品部門は1995年に売却している。ベンキーザー社は、1822年にヨハン・ A ・ベンキーザーがドイツで、 工業製品と消費材の生産で創業し、1997年に株式上場した。1999年に両社が合併して、レキットベンキーザーが発足し、サプライチェーンを再編して成長した。2005年に、ブーツから鎮痛剤のンロファン、喉飴のストレイプシルズ、ニキビ治療薬のクレアラシル、それぞれの製造権を得た。2010年に SSL インターナショナルから、 デユレックスの製造権を得た。セーブザ・チジュドレンの有力スポンサーの一つとして知られている。設立当初は、エステイ化学と販売提携して、脱毛剤、ビートと食器洗い機用洗剤、フィニッシュの輸入販売を主としていたが、親会社の同業他社買収などで業用を拡大した。世界各国のレキッドベンキーザー社は、漂白剤、住居用洗剤、殺虫剤など、 トイレタリー製品の他に、喉飴や胃腸薬など OTG 医薬品も販売するが、日本市場では後発企業としてドクターショールや薬用石鹸ミューズなど他社から買収したブランドを中心として商品点数が絞られている。現在はノエビアホールディングスの子会社であるボナンザに販売を委託するクレアラシルを除き、当社による直販体制となっている。 ありがとうございます。